慶長年間、関ヶ原の合戦の後、諸国大名は近き豊臣徳川の決戦に備えて一流の武芸者を召し抱え、いざという時の用意を怠らなかった。したがって日本一の武芸者を自分の家臣にしているという誇りと自慢で、武芸者あさりが大名の間の一つの流行であった。頼もう。わしは越前の国佐々木小次郎、岩本殿のお招きにより参上いたした。いや、これはようこそ。さあ、どうぞどうぞ。ご用件は？いや、お聞き及びでもあろうが、ご主君細川三斎公は武芸の道に並々ならぬ関心を持たれている。したがって当家の師範役は日本一とも言うべきえりすぐった武芸者を望んでいられるわけじゃ。この小次郎を師範役にと言われるのか？うん、ご推挙したい。いかが？挙げてご承認願いたい。わしも殿に対して鼻が高いということになる。独自ですか？テルヨと言います。テルヨ。佐々木小次郎、待っておったぞ。わしが細川三斎じゃ。いや、よく参ったな。お前いくつの年から修行した？12歳からでございます。12歳。おう、
して誰について習ったのじゃ。定めた師はございません。おのずと得得をし工夫を積んでまいりました。おお、面白いやつじゃ。殿、ではお召し抱え抜きを。召し抱える、召し抱えるの、サドは。ああ面白い。小次郎だって、まず九州一円の漁師たちの花明かし、今日江戸と住みのぼる、いわば五百石やべ、五百石、五百石じゃ、五百石じゃ。よし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 、師範役に取り立てる。と、しばらく。え、何じゃ佐渡。ほう、佐々木殿を師範役にお取り立ての儀はしばらくお待ちくださいませ。なぜ長岡殿、なぜ止めたてなさるのだ。師範役はお家の重責、この佐々木殿を師範役となされます前にもう一人立ち会ってもらいたいものがございます。誰じゃ、何というやつじゃ。は、私の友、宮本無二歳のせがれ武蔵というものでございます。武蔵、長岡。は、宮本武蔵というのか。は、小次郎、その方は武蔵を存じおるか。生命だけを。ん、立ち会ったことはないのか。立ち会っていれば武蔵はおそらくこの世におりません。面白い、気に入ったぞ小次郎。よし、やれ、武蔵と立ち会え。山岡、いわば勝った方を当家の師範役として取り立てるぞ。師範役、うん、六高は戦国じゃ。戦国、もう戦国じゃ、戦国じゃ、戦国じゃ。おい長岡、あ、武蔵はどこにおる。それがしかとは分かりませんが、噂によれば京都が。何、京、京、その頃京楽に派を唱えた京八流吉岡憲法はすでになく、二代清十郎、三代伝七郎は播磨の国浪人宮本武蔵に試合を挑まれて敗れ去り、今や吉岡一門が武蔵に対してどう出るか。若き四代又七郎を立てて戦うか否か、郷土の誇りを無残風来の浪人者に奪われた京の人々も、吉岡道場の出方を強い道場と好奇の目で見つめていた。どうだ、吉岡四代を立てて宮本武蔵と試合をするのか知らんのか。そうだ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 、知らんのか。武蔵、触れ、貴公らの知ってことではない。何、 それで憲法以来の名門吉岡家が立つというのか。そうだ、今日の恥になるぞ、恥ずかしいと思うか。そうだそうだ、黙れ、国家登場内で協議中だ、早く決めろ。貴公らの殺害を撃て、今日の恥だ。吉岡家の名にどれを乗るのか。うるさい、帰れ。吉岡門弟衆には武蔵に立ち向かう者はおらんか。赤星に名を流しめんのか。帰れ帰れ、武蔵を撃つべきだ。そうだ、おさり、おさり。では青木殿は幼い又七郎殿に武蔵と立ち会いと言われるのか。当然です。二代清十郎殿、三代伝七郎殿と打たれて、そのまま武蔵を放っておけんではないか。吉岡家の名誉のためにもこのままには済まされぬ。いかん、みすみす又七郎殿を死に追いやるようなことはできん。それはもういもうい、確かにもうい、武門の意地とはそのようなものだ。又七郎殿は到底武蔵の敵ではない、それはみんなも知っているはずだ。それは、それを知りながらなぜ。そうです、早坂殿、武蔵にしてもし情けあらば又七郎殿はひるまい。
何？知らん。青木殿、もし武蔵が来ればいかがなさる。その時こそは吉岡門弟の総力を挙げて武蔵を討たねばならんのだ。そうだそうだ、はい、はい、武蔵様、また見張りの人が増えてます。心配か。うん、志野、万九郎殿の容体はどうだ。おじい様、今日は元気が出てきて、さっきまで縁に。そりゃあよかったな。志野、早く治ってくれないと志野も困る。うん、ね、武蔵様。うん、いつまでここにいるんです。気の向いた時まで。武蔵様、私に黙って立たないでしょうね。いかんか。いけません。卑怯です、逃げては。まだ父の敵と思っているのか。様は父の敵です。八つの時からおじい様と一緒に国を出ています。武蔵様を討たなければ国へは帰れません。志野、そちの父とは双方納得の上の試合だ。遺恨に思ってもらっては困る。でも敵です、敵です。武蔵様はお父様の仇です。武蔵殿を親の仇と思うと、志野、お前苦しくなるぞ。胸がじっと痛なるじゃろうが。それ見ろ、忘れろ。あ、忘れねえ、いかん。ん？ほら、字が読んどったぞ。早う行ってこ。おじい様。死のは胸がキュッと痛なった。何、胸がキュッと。ここへお座り、字がさせてやる。ここか。うん、よしよし。
様殿が反対されるならば我々だけでも態度を決めてはどうだ。そうだ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 。八坂殿待たれ。八坂殿、憲法先生直弟子のあなたを前に弟子にとはいる。だが武蔵はまた七郎殿を撃てば我らはやる。いかなる手段をもっても必ず武蔵を撃つ。吉岡家の最後だ。早坂殿、分かってください。承知してほしい。早坂殿。吉岡四代、吉岡又七郎より、この四代様と武蔵と、そうなんです。試合申し入れるものなり、日時、来たる10日虎の下国落北一条寺下がり松において。この一条寺、ええ、一条寺。武蔵殿、吉岡四代14歳の又七郎殿、武蔵殿はお気になりますか。武蔵は吉岡四代を斬る、14歳の子供を斬るのではない。また七郎を落命すれば吉岡家は滅びます。憲法先生の直弟子たる私にはそれが耐えられますか。ならばなぜ武蔵に試合を挑むか。武蔵殿、あなたと立ち会われただけでまた七郎殿、いや吉岡の面目は立ちます。曲げて無勝負に。無勝負、嫌だ。早坂と言われたな。はい。勝負の道は勝つことにある。わしはただ勝とうと思って今日まで戦ってきた。勝ちたいために戦ってきたとも言える。帰れ。武蔵殿、ならばこの早坂さん方、宮本武蔵殿に試合を申し入れる。よし、試合は試合だが断絶させぬよう心がけよう。勝てていけない。二人中田村へ何を言い出すか分かりません。いえ、私が追い払ってみせましょう。どうも。大丈夫です。
南雲でございます。表を上げ。似ている。お帰りくださいます。店の者も困っております。似ている。どうだ、仲良くせぬか。南雲はお人の言葉通りにならぬ女でございます。面白いやつ。そうかな、世の中は思いのままには行かぬものだ。何のことでございましょう。嫌いなものでも好きになることがある。好きに。うん、矢雲があなた様を好きになると。うん。いやあ、きっとなる。呆れた方。そうかな。邪魔したな。帰ろう。あんたはかわいそうな男じゃな。カゴの中に入れられたケアイドリの姿じゃ。ごぼう、あんたにゃわからんことだ。わからん。しかし、みんなはケアイドリの勝負を見たがっておる。わしにはあんたが見せ物になっておるような気がしてかな。見せ物。という方ですか。ええ。身寄りの方、あなたの。いいえ、あの方は父の敵です。敵。でももう武蔵様は撃てません。どうして。優しすぎて。万九郎殿は。はい。おじい様。万九郎殿、起きていられるのか。だいぶ気分が回復したようです。そりゃあよかった。ありがとう。また
試合をなされるそうだな。はつらいものじゃな、武士というものは。わしは武士が嫌になった。貴公を討たねば国へ戻れぬ、そんな馬鹿げた武士の掟が嫌になった。お大事になさります。島原随一の太夫さんがよくまお手が荒れのさるじゃろうがな。粗末な出来でお恥ずかしを存じます。見事な出来です。吉岡四代の又七郎様はまだ幼い方と聞いておりました。武蔵様は14歳の子供とお試合をなされまするか。剣の道は厳しいものです。さしてがましいことを申し上げてお許しくださりませ。いや失礼いたします。見てはいや、あちらを向いて。意地の悪い。恥ずかしいか。うん、では惚れたといい。いや、真実惚れ申し候といい。いや、
私郎殿、恐れることはない。そうです、恐れず堂々と武蔵に立ち向かいなさい。吉岡の四代らしく、うん、堂々と。私郎殿、わしが脱げと言うまで脱いとはなりませんぞ。なぜ脱いてはならんのか。なぜでも脱いたら武蔵に斬られる。脱いとはいけない。青木がうまくやります。わかりましたな。うん。以来の吉岡家の名誉のために堂々と戦われるんですぞ。よいな。うん。さあ、ゆかり。また四郎殿。Come on!
武蔵殿。お見事でござった。手前、越前の国佐々木小次郎、宮本武蔵殿に改めて試合を申し入れる。場所、日時は後日お知らせいたそう。ご承認くださるか。命あらば必ず必ず。人じゃな。体中傷だらけじゃが、刀傷は一つもない。みんな矢傷と鉄砲傷ばかりじゃ。あんな深手を負った男に試合を申し込む佐々木小次郎という男は卑怯もんだの。あなたの相手は深手を追っていなさいます。分かっている。
それを見込んであなたは試合を。バカ！深手であろうと無傷であろうとわしは試合を申し込む。もともと吉岡一門はわしが倒そうと思っていたんだ。その武蔵が生き残ればわしにはこの上もない幸せ。彼を倒せばわしは細川家の支配役になれるのだ。ご出世なさるのは嬉しゅうございますけれど、けれど仕官をなされるためにそのような。ヤン。はい。なぜ魚？世間のお人の言葉をお聞かせしているのでございます。あなたは卑怯者だと。何？卑怯？そうです。傷ついた武蔵様を切ってもあなたのお手柄にはなりません。ましてあなたが人たちでも受けなされたとしたら。いや、いや、いやです。笑われもします。やめてください。言いたければいい。何とでも言わせておけ。わしは武蔵を倒せばそれでよいの。どうあっても明日の試合に行かれるというのか。うん。みすみす小次郎に切られに行くと言われるのか。挑まれたる試合、背は向けられぬ。武蔵様の馬鹿、そんなに切られたいな。篠が切ります。切れ。今なら親の仇も討てるだろう。篠。篠が撃たねば、わしは行く。武蔵様、ヤングマと申します。女のみで差し出がましいお叱りは後日いかほどでもお受けいたします。私は佐々木小次郎の妻でござります。
その人が何の用で。はい、お願いでございます。試合はどうぞどうぞ思いとどまってくださいませ。なぜに武蔵様のご主練がどのようであろうとも、今のそのお体では小次郎は必ず勝ちますと分かって、なぜ止める。あの人を世間の人に卑怯者と言わせたくないのでございます。兵法修行者の試合は必死のことと承知しております。でも私にとりまして、あの人を世間の笑い者にしたくないこともやはり必死でございます。武蔵様、お情けがあればどうぞ試合を思いとどまってくださいませ。お願いでございます。剣の道は厳しいもの、お互いに卑怯者にはなりたくない。帰ってくだされ。帰れ。我ある時死来たらず、死の来たる時我なし、我と死ついに合わず、死何ぞ恐れん。うん、万九郎殿。お兄様。万九郎殿。お兄様。万九郎殿。常時以来治療に専念いたし候も、今もって苦痛に絶えず宦官の至りながら試合の儀、何とぞ後日に譲られた宦官つかまつり候、方々後日を確約いたす者にて、その宮本武蔵。やん。はい。ヤング、お主が逃がしたのか。お許しくださいませ。Thank you.
私が全部私。キアライブ。あなたにこの地をこの地を流させたくなかった。在職と聞く。早速お取り次ぎ願いたい。武蔵殿は。あ、武蔵殿ならもうおらん。おらん。あ、おらん。本当ですか。おう、一時前に出て行った。されたのじゃな。お聞きください。使命により武蔵殿をはるばる国内にここまで探しに参ったのだ。武蔵殿をお連れしなければ国内は帰れない。それは気の毒じゃな。お聞きください。帰らねば両方や子供に会います。ごもっともじゃ。はあ、何だろたところをさすれ。こう唱えるんだ。干渉弱光長寿木光。え？よく足をさすって。なんて言うんです？干渉弱光。干渉弱光。長寿木光。長寿木光。覚えたか？うん、忘れた。黙ってごめん。もう歩くの嫌。じゃあここで野宿するか。え？おぶって。
こいつ。いや、いやいや。さあ、しの、行こう。武蔵様は、どうしてそんな急いで佐々木小次郎を探したいの？さあ、死の。江戸行ったり、木曽路へ回ったり、まるで好きな人の後をかけてるみたい。武蔵様なんて嫌い。嫌い。大嫌い。あ、ちょっと聞きたいことがあるんじゃが。この山に十一八の娘を連れた宮本武蔵という侍がいると聞いたが、知らないか。あ、これ。様、約束してもう試合しないって。佐々木小次郎に会っても。うん、もう試合はせん。九州小倉
そばけかろう長岡佐渡用に時田安之助よかったよかったこれでわしはやっとでの親子どもに会えた似ているこうしていると父宗斎殿と会うているような気がしますはい待ちましたぞ全く今日江戸でのあなたの噂を聞くにつけ時ため何をいたしておるかとよかったまた甲斐があった司祭は時田からお聞きのことと思うが当家の支配役にあなたを推挙いたそうと思って無論条件はあるが条件とは当細川家の家臣佐々木小次郎と試合をして打ち勝つことだ小次郎の話によれば今日のうちにて小次郎より試合の申し入れがあったと聞く事情は聞くまい小次郎を小倉にあると知って参られたはずのあなたじゃそうですでも小次郎との試合はやるつもりで元よりうん勝生さんは考えませぬ考える小次郎と腕を競うただその一念があるのみご家老この試合元より勝敗は分かりませぬそれゆえにご家老にお願いがございます篠殿もうじきあんたはここのご息女になるんじゃなぜです篠殿がここのご息女になるということはじゃなはいやがて結ばれるということじゃ結ばれるあ武蔵殿の嫁になるということじゃなるほど不憫な娘だ天外の孤児の心は孤児の私にはよくわかりますもし小次郎との試合に負ければ死のはただ一人取り残されてしまうそれが不憫であしてまといと言われるのかそれだけかなれる何かがあるのではないかな篠殿は引き受けようお待ち申しておりました。
あれから二年、わしも貴公を探していた。うん。あの時の手傷、身に不自由はなされぬか？かたじけない。いささかも。小次郎、武蔵出るか？武蔵殿にご依存はなく、望むところでござる。うん、よしよし、やれ。この試合に勝った者は九州随一、いや海外無双の武芸者じゃ。さようにございます。さようにございます。この試合大仕掛けにやれ。は、うん、天下に鳴り響かせるものと。いいな、これいいな、これを主にやれ。いいな、うん、これは面白い。武蔵、小次郎、どちらも勝て、うん、どちらも勝て、どちらも勝て。これは面白い。天下第一の見物だぞ。うわあ。私の妻になるか。テルヨは狂ってはおりませんぞ。この試合は勝てる。必ず武蔵に勝つ。テリオ、そなたを妻に迎え、幸せになろうの。
武蔵様。死の。死のは武蔵様がご出世なさるものと信じて、心から喜んで小倉までお供申し上げましたのに。騙されました。志乃はバカな女でございました。考えあぐねてのことだ。許してくれな。嫌です。死の幸せにしてやる。武蔵様は確かにおっしゃいました。だが死のは不幸になります。なぜにこの武蔵を信ずる。どうしてもどうしても行くとおっしゃいますね。行く。お前はやっぱりわしを父の敵。敵です。父のは武蔵様を誰にも嫌ったくはございません。行かないで。Thank you.
死難役が何の命だ。小次郎殿。
お主の姿はいずれはこの武蔵の姿。宮本武蔵は大馬鹿者でござった。